はいいよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の刺しシリーズ第69弾やっていきましょうで問題10問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃあ画面下げますのでお待ちください そ最低よよととととととと待って待ってこのぐらいかなよしじゃやっていきましょうで、えー、今回はまた、あ、ぶ9番かなと思いますあのー、まあ、多分正答率出せないですけど一番正答率低くなるのは9番な気がする個人的にはねまあまず1番からサクサクいきますまあ最初はマイナス3マイナス6ということで。 まあこれマイナス3とマイナス6を足しているというイメージであれば答えはマイナス9と。で2番は足し算と掛け算が入ってるんで計算の順序で言うと掛け算が先になるんですけどえもうちょっとね先にやんなきゃいけないのがこいつ指数ですまず指数ねこいつを処理してからやっていく。でこれね あの大事なポイントになってて3乗が括弧の中にあります中でこれちょっと書きましょうか括弧の中にあるのはこいつと一緒ですもう括弧がないのと同じだと思ってくださいでこれと括弧の外にあるこいつこれ結果的に今回同じなんですよ同じものになりますだからまあ問題はないんだよねでもこれが例えば2乗になってるとここ違いが起こります だから意味をねちょっと2乗にしとこっか説明だからね2乗で言いかして説明上これ違くなるから覚えてほしいでまず下からいきます括弧の外に2乗がついてるときは括弧丸ごと2つかけてねって意味になります括弧丸ごと2つだから括弧マイナス 2× 括弧マイナス2なんですつまり4ですプラスのねでもこっちは括弧がないですよねないときは 2を2個分2を2つかけてねって言ってるんですだからこの2乗は効果としてはこの2にかかってるのつまり2を2個かけてねってでも1個マイナスあるから忘れないでねってこうなるつまりこれマイナス4になります違くなるんだよねだから3乗の時はこっちも括弧の外にあってもマイナス3回かけるからさあマイナスになるんで一致しちゃうんだけどつまりまあ2を3回かけるから8ですねつまりこいつはマイナス8です マイナス8だから7で先にマイナス8かける− 8 × 4算先だからねやるからマイナス −32 となりますで 7−32 なんでマイナス −25 とこれが答えなんですけどだからここうっかりミスは多分ね発生しにくいんです問題としては優しいんだよね今回でもけど引っ掛けとして出やすいのはこっちです2乗もしくは4乗ね偶数乗は引っ掛けられるんでぜひ覚えておいてください 今回はできたとしてもね。で3番です。これもまず指数があってこれさっきやったね括弧の外にある時はこいつを丸々2個かけます。2個。つまりス3 a b かナス3 a b をするから 9a の2乗を b の2乗となります。こいつね。でもう1個ポイントはこっちです。これ。これさ5分の6の横に a2 乗 b がくっついてるじゃないですか。 この a2 乗 b って5にくっついてる分母のね5にくっついてるのか分子の6にくっついてるのかどっちだっていうこれがすげえ大事これ上にくっついてるからね今こうなってる下にくっついてる 5a25a の 25a の,の2乗 b 下にくっついてるものを分数の横に書くことはできないので上にくっついてるんだと思ってくださいでなんでこんなことを言ってるかっていうと今割り算の後ろに分数あるからこれ 掛け算にして逆数、ひっくり返します。上と下をね、分母分子を。だからひっくり返したときに、ちゃんと上にくっついてるってことが分からないと、これ下に来なくなるんだよね、こうやって。ひっくり返すとこうなります。で、これが計算。で、あとは薬分祭りですね。A の二乗を消しましょう。B、1個消して、1個残りますね。残ったから丸つけとこうか。 で六と九約分すると二が残って三も残る。であと五も残ってるね。だから分母が二が残ります。分子が十五と b だから十五回ってまあ b 横に書いておこうか。これで終了となります。気をつけてねこの分数ひっくり返した時に文字どっちだっけっていう結構ミス発生しやすいんで。 で4番はでまあここがねマイナスになってる時点でああ引っかけにきてますねわかりますよって思ってくださいでこれは4分のと3分のなんで通分しますで4と3だからえっ、ー、と12だねよいしょ12にまず通分しましょうとこうやってねでまずこっち側4を12に変えてるので3をかけてます3だから こいつ全体に3をかけてるんです。もちろん下に3をかけてるからさ、こっちに3をかけるなら上にも3をかけると。だからまあ3を配ってあげて、まあちゃんと書いてもいいんだけど一回。3x プラス 9y。こうなりますよね。で、こっち、3の方には4をかけてるので、こっちにもこうやって4をかけたいと。ただ、マイナスがいるからこれ、マイナス4をこうやって配んなきゃいけない。 ここでミスが発生しやすいんだよス、ね、4を配るから8 x マイナスとマイナスなんでプラス +4y になります。で下はちょっと厳しい気がするこっちに書こうかな。なので答えとしては12分の x 同士やると5 x y 同士をやるとプラス +13y となってこれで終了となります。 いいかなではでは、えー、5番参りましょうルートの計算ですねで自分ルートねこうやって計算する時に、まあ、よく「えー、と中身出出せるものは出しちゃいなって言うんでですよでこれルート60」出せるんですよ出せる出せるんだけどこれ今掛け算と引き算があるんで、まあ、掛け算先にやりますよねここと同じようなルールで掛け算を先にやるとでこれルートって中身同士は約分ができます約分が。だから 60と3を約分しちゃった方が早いこうやってそうするとこっち1になっちゃうからでこれ20でしょつまりここ計算するとルート20になるんだよねこの部分がでルート20引くルート45になるのでそっから、えー、取り出した方が簡単だと思いますこの場合はねだから60を先に取り出してももちろん構わないんだけど同じ答えにはなるんで問題ないんだけど、まあ、この方が楽だと思う で、20は4かける5。ですね。4。かける5。つまり4が2の2乗なんで2が出てきます。ルート20は 2√5 と直せる。こいつは9かける5です。9が3の2乗なんで3が出てくる。つまりマイナス 3√5 となります。こいつがこうでこいつがこうね。で、これを計算すると -2 と5。となってこれで終了。 でもって6番参りましょう。もう、これまあ結論から言うと解の公式ね。解の公式使うんですけど、もうまあこれ69本死守やってきて解の公式何回出てきたんだろうね。ってぐらいに本当によく出てくる。解の公式に関しては。だからあ、めんどくせえなって、もしかしたらね、この動画見てる時にまだ思ってらっしゃる方がいるかもしんない。あれめんどくさい。確かに。長いから。でも、 覚えてくださいその覚えるだけで3点4点5点で取れるんだったらその3点4点5点の間にみんなが受けてる受験の中で何人も抜けるんだから順位が上がってくんだから是非ね取ってください。でえっ、ー、と解の公式使っていくとここの1が隠れてるこれが a ねプラス5が b マイナス3が c です 2a 分のから始まるので 2×1 なんで2分の ス b だから b にマイナスつけるからマイナス5マイナス b プラス,マイナスルート b 二乗マイナス4 a c だよねで b2 乗すると25ですマイナス4 a c は− 4 × 1 ×ス3つまり今回プラス +12 ですねで足すと37なんでそれを中に入れますでルートは中身チェックをする37出せないかなって考えるんだけど今回出せないんだよね だからこれが答えになってこれで終了です。これだけだから解の公式ね。さあ7番参りましょう。今ちょっと書いてないんですけど、x がルート7プラスルート2、y がルート7マイナスルート2と与えられています。で早速ね入れちゃえって両方二乗してってもちろんできます。この二乗に関してはそんなにきつくないのでそれでも早くできると思うんだけど一応綺麗な。 解き方としてはこれをね先に代入前に因数分解します。まあこれ公式なので x 二乗マイナス y 二乗は x プラス y と x マイナス y とこれが公式。で今回ルート7とルート2っていう数字のコンビで使ってるからこれ x プラス y の方って足すとルート2とマイナスルート2で消えるからさ2ルート7しか残らないんだよね左側。 でこっちは x-y なんで計算していくと √7 が消えるんよ。消えて 2√2 が残るんよねこっち側は。でこれ括弧と括弧の間って掛け算隠れてるからねつまりこいつをかけてねって言ってる今こうやって。で√ルートは外と外外の世界同士と中の世界同士を掛け算するから 2×2 で4中と中かけると14。 しつこいけどルートは中身チェックをするでも出すことができないからルート14つまりこれで終わりといいかなこれだけでござんす <laughs> たださっきも言ったけどこれ2乗で入れてもそんなに苦労しないから、まあ、同じ答え出てくるんでねどちらでも構わないんですが、まあ、こんな感じでやってみてくださいさあ8番参りましょうえっ、ー、とかなりねあの省略系で書いてるんですが折り紙が A 枚ありますと A 枚ね それを5枚ずつ B 人に配ったら20枚以上余りました。これの数量関係、不等式を使って表しなさいと。で、やっぱり数量関係に関しては、以上とか以下とか、まあ多い少ないっていう不等式を使う方が難しいです。だったら、一回それ取って考えてごらん。なしで。で、今これね、以上をさ、吹き出しにしたんですけど、これ取って。A 枚を5枚ずつ B 人に配ったら20枚余ったって。 まずそこの数量関係言ってごらんもしこの問題できなくて今解説聞いてる方がいたら一回動画止めてみそれで以上を抜いたこれの数量関係かけるかどうかやってごらんノートにいいでちょっといってててごめんつまずいたこれやっていくともともと A 枚あるんですよ A 枚紙がねただから A 枚があって5枚ずつ B 人に配るって5555って B 人に配るから 5B ですよねそれはかけて 5B になるで配るってことはもともとの枚数から減るじゃないですか るだからこうなるよねで A 枚から 5B 配ったら20枚余ったんだから引き算したら20枚余りましたよっていうこれが以上がつかなない時の数量関係なんですこれがねでまずここまでできたらあとは以上を考えればいいだけなんよ以上。で以上を考える時にはつまり、A「A-5B と20どっちが多いの?」って話なの。どっちが多いって でこれはもう日本語を頑張って読み解くしかないんだけど今 A 枚をね5枚ずつ B に配ったらその残ったものが20枚以上なわけじゃんつまり20枚より多く余ったんだからこっちだよね口が開くのはだって残ってるんだもん20枚以上だからで、あとはいつも言う以上と以下目印はこの「い」ね「い」っていう漢字が入ってたらこれはイコールが入りますつまり こうなる意味は「20」って数字も入っていいですよっていう「以上」と「以下」はね未満とか「大きい」とか「小さい」っていうのは入りませんこのイコールがさっきのこのマークだけ「ダイナリー」っていうんだけどこのマークだけで済むでも「以上」以下が使ってる時はイコールを入んなきゃいけないから「ダイナリーイコール」って読むんですけどこれで終了となります。 数量関係はほんとここ近年よく問われるようになってて結構出されやすくなったんですよだいぶねやだいぶ見るようになったでその中でも前は不等式じゃなかったの等式って言ってイコールさっき書いたやつイコールのパターンねそれが多かったでも不等式が本当に増えてきた難しくなってるからねでもこの元々の等式のも,ものさっき書いたものが作れるんだったらあとはどっちが大きいんっていう判断と以上以下が入ってるの入ってないのどっちっていうそこだけでクリアできるからいい だだからこうやってやっってててみてくださいよしラストラストじゃない嘘嘘ごめん10番ごめんラストじゃない9番今回の一番ボスかな多分強いとこあの難しいとこですけどこれやってるのがそのクラスぜ生徒全員について図書室から借りた本の冊子を調べてまとめたんですよ表にで全部書けないんであと全部のパターンはちょっとどっかで編集出しておきますねで下の方の切れちゃってるとこだけ書いておいたんですがここから そのクラス全体の平均値を出しなさいっていう。まあ、ここの穴埋めでもさ、難しいのに。まあ、穴埋めができないと平均出せないんだけど、こ求めなさいって言ってます。で、まずどうやるかっていうと、ここが出せます。多分最初に。まあ、最初に書くとこっちか。相対度数が書いてありますよね。相対度数の合計で絶対1です。これは決定です。だからここは分かってほしい。でもそれが分かることによって、ここが分かります。ここ。なぜかっていうと、ここは上全部書いてないけど、 上全部の分足していくと0.150.150.300.25ってなってるので0.85なんですよ全部で0.85ってことは全体で1だからそっから0.85を引けば残ってるの0.15なんだよねちょっと寄っちゃったけどこうなるでこれ0.15がさ上の0冊1冊のとこにいるから同じ人数なの0.15だったら同じ人数になるからだからここ6人ってこともすぐ分かります あとはここよここが出せるかどうかでこれね2冊と4冊のとこ見てくれると分かると思うんだけど0.15っていう相対度数の時に6人なのこれ対応してるからね6人で0.15を2倍するとさ0.30ですよねその0.30なってると12になってるからちゃんと2倍になってるこうやって度数と相対度数はその比例の関係になってる比の関係になっているからそこをうまく使っていきます で、たんききちちととした解き方だともう比を使っちゃえばいい例えばここ欲しいからさちょっと x って置くわ。x ね。って置くと12の時0.30でしょ。だから12の時に0.30なんよ。イコール x の時に0.25だから x の時に0.25でしょ。あとこれ解けばいいです。中な中かなか外外で。で これね、あの、比例式、この比が入ってる式、比例式って言うんですけど、よく左側と右側が独立してますって、だから左側、この左側セットで、ここだけに10かけたりしても OK なんですよ。比例式っていうのは。で、これもう一個あって、これね、ちょっとややこしいんだけど、全体の左同士、右同士に数字をかけたり割ったりするのも OK です。これ OK なの。狂わないから、計算は。 ここの左とここの右はダメです。右同士、左同士だけだったらいいの。だから何が言いたいかっていうと、小数邪魔じゃん。だから100かけないんよ。100かけたら小数じゃなくなるから。右同士なら100かけていいから、100かけて30、100かけて25ってして、これ OK です。計算上。もっと言うと、右同士30と25だから5で割れるから、こいつ5で割って6と1ってしても OK です。これもできる。 いいかなまあ、こんなことができると思ってか違うん? <laughs> じゃない」じゃないうん、ってなっちゃったいやみんなが「うん」ってなったよね5だねごめん5で割るからねでこっからなかなか外外やるとなかなかで 6x 外外で60になるから x=10 つまりここは10人でしたってことも分かりますいいかなまあ他のアプローチもあるんだけど、まあ、このやり方が多分ね覚えやすいかなと思うのでこれでぜひね覚えてみてくださいでも今回これじゃないんだわ <laughs> じゃないよね まだここから比例、えっと、平均を出さなきゃい,けないであい一応ここ書いておこうかここ合計ねこれ全部足すと40になります上の人数も足すとね40で平均っていうのはもうここまで出たらもう OK よ全体計算して人数で割ればいいとで全体の計算の仕方は、彼は書いてある冊数0冊っていう 0× 度数 1× 度数って感じつまり 0× 度数は0でいいんだけど 1>, 1冊の人が6人でしょ1る6だから6します。6。足す、2冊が12人だから2る1 2で24って、こうやって計算していくの。足す、3冊が10人だから3け1 0で30。プラス、4冊が6人だからかけて2 4もうほ本当は0いるけどね。0もね。で、こいつらを全部足して人数40人で割ればいいよって、これが平均の出し方です。 でここ足すと84なんだよね 84÷40 まあ筆算してください 84÷40 するとこれが2.1ですつまり単位もつけておくと答えは2.1冊とこれで終了となりますいいかな ではラスト10番です。ま、あこれは有名な問題ですね。えっと、連立方程式。で A X、A と B と X と Y っていう文字が4つ入ってて、X、Y の答え書いてくれてる。その時 A、B 求めなさいって。まあ、これはもう王道で、X と Y をもう代入しちゃいなさいってやつです。代入します。X のとこに3、B のとお前、まあ、そう、Y のとこにマイナス4入れると、3A マイナス 4Y イコール11。 でこっちが 3a プラスス 4y イイコールマイナス2となりますであとはこの連立解いていくでまあもう揃ってるからどっちでもいいよねこれ足しちゃうか y 消しに行こうか足していくと 6ay が消えてイコール9ですつまりえ a イコール6分の9だから2分の3になります。a イコール2分の3ねちょっとねもう分数かいって思うけど分数なによく出てくる。 でこの a をどっちかどっちでもいいです式に入れていくちょっと <laughs> もうごめんなさいねごめんなさい本当に b だよね <laughs> ごめんそうで代入していく、まあ、どっちに入れるかな下に入れようかじゃあ下のここ a のところに2分の3を入れると2分の9プラス 4b イコールマイナス2となります で 4b=2 分の9向こうに持っていくとマイナス分の9こいつマイナス2分の4だからくっつけるとマイナス分の13になりますで両辺4で割る必要があるから4で割る4で割るっていうのはかける4分の1をしてると同じだからね。でまあ約分できないからそうすると b ス8分の13となってこれで終了となります。 まあ分数出てくるとね、不安になるよね。俺これ解いたとき合ってるかなって確認したもんね。で、これ、一応確認できるんですよ。連立なんで。どう確認するかっていうと、えっと、3とマイナス四はもう決定してるから、XY ね。こいつとこいつを全部入れて代入して式が成り立てば。つまり左側が入れてみたら11になって、ここに入れてみたらマイナス2になったら絶対正解だから。ただ、ちょっと確認には時間取るんよ。分数があるせいで。 時間取るんだけどもしみんなの試験本番の時に時間が余ってて余ってたらやった方がいいやっぱり1問解けたと思った問題が間違ってるのでダメージでかいんよねそうならないためにも合ってるかなって確認ができるから連立に関しては是非そこもねやってもらえたらと思いますでは今回はね高校受験対策の趣旨シリーズ第69弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました